皆さんこんにちは。あこです。みこです。あこみこです。ハロウィンのお菓子パーティ ー、 イエーイ。まずはこちら、こちらアルフォートのミルクティアリ、大好きなじゃがりこのたらこバター、大好きな片揚げポテトです。梅塩味、梅塩味が一番好き。ダイソーで売ってるこういうね、はい、皿を買ってきたので、これに入れてハロウィン風にして食べたいと思います。パーティー風にね、はい、かわいい、見て、これもかわいいの。とりあえずじゃあ容器にね移していきたいと思います。これ全部さ違うんだ、柄がね、こんな感じで柄がね全然違う、からかわいい、見て、おしゃれ、ちょっとしゃれた感じの、ストックル分ね。じゃがりこは何に入れよう。じゃがりこそれこれですか。もうこのまま入れちゃう。じゃがりこ、これだけ開けて、すごいフィタルサイズです、これは。田舎じゃこうできないじゃないですか。やってもお外に出ないよね。なんかやってもいいんだろうけど、やっぱ学生までって感じがする。なんか高校生は許されるよね、きっと。でもさ、二十歳過ぎてからさ、制服着なかった。着てない。着ないんだ、私は19で着たよ。着たの？痛い。制服コスプレをした。制服のマネキン、おいしそう。えいこんな感じです。ちなみに撮ってみる、下はこんな感じにエロチックになってます。エロい。私は普通な感じ、こういう。ちなみにこれも100均です。そう、この100均で、この辺は私服で、まあ、ちょっと濃い感じにね、これもダイソー、これもダイソー、本物、いい香り、ダイソーで揃いますよ皆さん。これもダイソー。そうそう、これ可愛いよね、なんか雰囲気出るね。急にね画面明るくなったよね。うん、私水玉のにしよう。あれ、私雲がいい。雲？雲。乾杯。じゃあいただきます。いただきます。なんかこっちに来て驚いたことってあります？こっちに来て驚いたこと。私はなんか本当に他人に興味がないっていうか、なんか結構不審がられる。なんか傘を持ってない人に傘を差そうとすると、なんかちょっとみたいな感じにされることがあったから、あんまりそういうのは、でもじゃないのかな。いい意味でも他人に興味ないなって思う。なんか興味ないからみんな別に気にしなくいられるみたいな。なんか自分を持った人が多いんじゃないかなっていうのは思うかも。なんだろう、でも田舎はすごいフレンドリーだから、なんか老老人がフレンドリーだよね、すごい。そう。あ、でもこっちの老人若い。あ、確かにそれはそう、すごい若いなって思う。これ食べてみたい、新しいやつってか、キャラメル、ガラガラ、美味しくない？うまいでしょ。冷やすとね、もっとうまいよ。美味しそう、冷やすと。そう、一番ギャップを感じるのは訛り、訛りっていうか方言だと思ってない言葉が通じない、で自分たちは標準語として使ってる言葉が全く通じなくて、ま、一番やばくなっちゃったのが、やばいなって思ったエピソードが、言ったっけ、言ったよね、何？なんかその期間セール期間だったんですよ、店が。言ってたね。でお客さんに
え、これってもう値引きしてるんですか、うんうんうん、って聞かれて、あ、それも刺さってますって言ったの、うんうん、値引き刺さってますっていうのがこっちの人は通じないからね。そう、え、なんかはっみたいな顔されたの、ね、あ、もうこれされてる価格なんですよって言ったら普通に通じたんだけど、うんうん、刺さってるとか通じないのはすごいギャップだね。でも親と喋ってる時すごいなまってるよね、うん、親がめっちゃなまってるから、うん、でも青森の友達がこっちに来た時にすごいなまってるなって思った、うん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 、なんか別にこっち私はもう東京に住まれましたとかそういうわけじゃないんだけどなんかすごい、え、こんなに自分がこう自分を見て、うんうんうん、昔の自分が外の人から見たらこんな感じなんだなっていう、うんうん、あとこれをさもう標準語にしてほしいなって思う言葉がイズイ。そうだよね、イズイだよね。なんか間違ってイズイって使っちゃった時に、あの配給でもあったよね、イズイ。イズイに勝る標準語がないから、うん、なんか間違ってイズイを使っちゃった時にそれを説明するのが難しい、うん、でも私は違和感があるって言ってる。え、ちょっと目がイズイとか目がイズイとかだと目に違和感があるみたいな感じで、あ、なんか靴を逆に履いててイズイっていう感じっていう、あ、なるほどなるほど、説明する、うん、このポジションイズイみたいなのはない。あ、わかる。だから そこがさ多分イズイってさすごいよね、うん、でも多分居心地が悪いみたいな感じなんだと思う、うん、違和感があるみたいな感じなんだと思う、うんうん、多分若者の流行り言葉についていけない、うん、もう今現在の自分の年齢でってことでしょ。そうもうついていけない。え、でもありよりなり知ってたじゃん。いや、それは普通だよ多分。田舎、あ、田舎じゃないよ、若者の言葉じゃないと思う。え、ありよりなりって多分芸人の誰か使ってたと思う。あ、テレビ見ないからか、うん、そう、テレビを見ないからなおさらなんだよね。なんか笑、面白いことをマジそれ草生えるみたいに言うじゃん最近の人って。知らない？そうなの全然知らない。え、若者の言葉本当に分かんないから。いや、言うんだよ。いや、それマジか。ちょっと調べたい若者の言葉あ、いいね。草生えるって、あ、わらわらのこと、うん、そうそうそう。最近の女子高生が、じゃあ問題出してよ、問題。いいよ。なのよ、フロリダ。こういうってこと。まずフロリダどこにあるって感じ。分かんない。フロリダなんか聞いたことあるような。まあ、じゃあどういう感じに使うかっていうと、うん、うんうんうん、それちょうだい。もしもしみたいな、長電話してて、うん、めっちゃ長電話。あ、お風呂行く？そんな感じ、そんな感じ。お風呂行かなきゃみたいな。リーダーはリーダー。風呂。え、リードリダ、あ、離脱。そう、あ、お風呂だから離脱しますってこと。風呂に入るから離脱します。なるほど、いやだ、怖い。今の時の中継怖い。じゃあフロリダストラーみたいな風呂使うってこと。え、怖い。あ、でもうまいね。うまい。寝落ちじゃないんだ今は。これはでもなんかわかるかも。あざまる水産は知ってる、うん、ありがとうございますこと。うん、多分多分とか。そうですね、ありがとうございます。あざまる水産って言うんだ。え、そんな、なんでわざわざ水産つけるの。ありがとうでよくない。あざまるでよくないだったら、あ、ちょっと、あ、わかりみ、うーん、わかりみ。なんかさ、つらみとか最近みだよね。あ、つらみでも使うかも。うん、え、なんか前さ昔さ、たんだったよね。あ、やばったとか。今みだよね。いや、世代バレるわ。出ました、アリ寄りのアリ、ナシ寄りのアリとかあるんだって。どういうこと、ナシ寄りのアリって。だからそういうことじゃん、アリかナシかで言ったら、まあ、ナシ寄りだけど、まあ、アリみたいな、ね、ずっともはなんかね、乃木坂が使ってるから。え、でもずっともってうちら世代からすると結構古くない？うん、確かに、ね、ちょっとうちらより前の感じなのかなって。 うちらの時のさ、友達用語なんだろう。ニコイチとか、中子。ニコイチもなかった。ニコイチあった。あのさ、なんか分かる人いるかな、あのなんかさ、あれでしょ、なんだっけ、あの一生、うん、一心同体みたいな。そうそう、あの、うんうんうん、なんていうの、イラストがある、なんとか共同体みたいな。そう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 、ラブ友みたいな。うん、夏、あれなんか流行った。
ったよね。流行った。あれのさ、レターセットとか買ったよね。買った買った買った気がするだって。気がする、気がするってこと。何でも略すんだね。ヤバタニエン、ヤバいってことでしょ、うん、なんかな、でも伸びてるのよ。アザマル水産とかさね、なんかヤバスとかじゃないんだね。ヤバタニエンって、うん、それなんかニコルンっぽくない？あー、え、へえ、あ、察しーだって。うんうんうん、言う？いや、言わないけど、わかるわかるわかる。聞いたことなかった。わかるはわかるよね、でも。カマチョとかはまああるよね。いや、すごい若者っぽい、ほんと。あけまる。あ、でもタン、まだあるらしいですね。あ、そうなんだ。ヤバタン、スラタン、カワタン、コワタン、キャワタン。ちょっと古い感じするよね。チナって何？ちなみにってことじゃない？あ何、チンナとか人の名前かと思った。おばさん、おばさん。演歌って何？演歌、演歌、遠距離彼女。おー、どういうこと？そうなのかな。違うな、違うっぽいな。何、遠方にこう、あの、家族で行きました的な感じ。どうしました。エンカウント。つまり誰かに会ったり遭遇することを演歌っていうのって。どういうこと、エンカウントって。わかんない。あ、なんか RPG でモンスターに遭遇することを指す言葉をエンカウントっていうのって。で、ゲームしないとわかんないね。あ、じゃあなんか誰々に宴会したい今日みたいな。たまたま渋谷で買い物したらみたいな。へー、白ツイ、あ、食べるツイート、ツイート、ツイートじゃないの。あ、違った。パクリツイートだっけ。まあ、ツイートは合ってたね。パクツイートパクで食べてるツイートをするみたいな。そうそうそう、パクリツイートか。エモいってさ、どういう意味なのか分かんないの。エモい、エモーションってことで。何、エモーションって。エモーションって感情って意味だから。エモい、それめっちゃエモいわ。うんうんうん、だから感情的みたいな意味だな。はあ、あ、ほんとだ。なんとなく寂しい気持ちや悲しい気持ちを表すことだって。エモい、語彙力とかめっちゃ流行ってるよね。え、そうなの。うん、あ、よきよきよき、よきは分かる。よきは使う。リアタイ、リアタイム、リアルタイムじゃない。リアルタイム、リアタイにするの？そこを略す。あ、うんご、うんごいるよね。寝てるね。ごめん、ごめんごとか。すげえよ。違う。何何何？何何？下手せ使いな、どうしよう。私若者言葉だったよね。ごめんご。ごめんごって。え、言わない？あ、そうなの？知らないし。カエルンゴだって。え、カエルンゴ、にちゃんで使われてたんだ。うーん、特別な意味はない。そうですね、うんごって。え、なんてスコ、これマジスコみたいな、すごいみたいな。あー、でもその感じだと思う。好きだって。違う。え、じゃあなんか言うじゃん、よく言ってる人いない。え、聞かない、聞かない。どうでスコみたいな。好きって意味なの。ほら、草。何何、面白いってこと。うん、アモーレ、リアルガチ。うん、出川じゃん。何、お前言うって。何、うまい、うまいよ。うーん、違う、絶対今日のお前言う、あ、お前に言うけどみたいな。なるほどなるほど。どうだと思う。分かんない。いやいや、お前はそれ言う資格ないだろう。あー、聞いたことある。それお前が言うなってことだ。お、ま、あ、お前が言うみたいな。あー、そういうこと。なんかね、すごいあれにありそうじゃん。いちご、いちご、お前言う。あー、あまおう的な。BFF とは何の略でしょうか。ベストフレンドフォーエバー。え、何知ってんの。いや、若いから、あなたより。何、 MJK。 へー、MJK。 K どこ行きました。MJ じゃん、それ。松潤かっこいい。何、松潤限定なのこれ。
私が驚くようなことって、いやマジ隣の人とさ、うん、不倫関係なんだよね。 MGK マジかみたいな。そうマジか、あすごいマジかよお前違うけど全然。1位が草生えるでしたね。面白い。草だよ。そうかか。マジ1位草。マジ草生えたわ。だフロリダするわ。覚えたて英語。ということでこんなゆるい感じのゆるトークの動画になりました。はい。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。2人のツイッターのアカウントもありますので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。バイバーイ。